まあ、こんな感じですね。多分ここが一番ギリギリやね。今日はね、また再び来たんですけど、車載カメラシリーズを、超えて、まあ、夜の徘徊ですね。で、今日はね、迂回系に来ました。以前もね、紹介したんですけど、この、ね、迂回。まあ、人によれば、迂閑と迂回が、二つの名前があります。迂閑と迂回。地図やな。こっち側から行こう。誰一人いないですね。まあ夜こんな時間に来る人もいないでしょう。いや、本当に誰もいないな。忘れ物ですね。ハンカチと帽子。寒いな。
これはね、以前ご紹介した、お、猫がいる、ご紹介した廃墟ドライブインです。ドライブインなんですけど、まあ、この紅葉シーズンにはあの青空カフェっていうのをやってまして、まあ、その店内ではないんですけど、この外でね、なんかホットドッグが食べれるんですよね、この青空カフェで。バイカーさんがね、ここでよく集ってっていう、以前もねこの、お店ご紹介したんですけどね、とっても美味しいホットドッグがねいただけるということで、場所はねその日その時とその時そのシーズンそのシーズンで変わるんですけどね。はい、でここはまさしくねドライブインだったという痕跡が残っております。雨関係ドライブインだったのかな、まあ、もしくはその呼び名がそれぞれあるので迂回系、ドライブインだったのかなと。でもかなり穴が開いて、劣化がすごいんですけど、まあ、これね2004年かそれぐらいまでやってたドライブインです。まだ記憶にちょっと新しいって聞いてます。で、まあ、なんでこんなところに今日来たのかというと、今からお見せします。ちょっと映ったかもしれないですけど、今日はねこちらでございます。このライトアップがねあるということで今日やってきましたね。まあバスで行くこともできるんですけど、当然ながら、この時間帯は、ちょっと厳しいですね。見えるかな、ちょっと強いな、あこれだな、はい、中鉄バス、まあ、その神奈川駅、まあ、密にある駅、夜はもうないですね完全に。はい、じゃあちょっと行きます。誰も来ないスポット、マイナーというか、まあ夜はやっぱみんな知らないのかな、昼間来るだけで。なんで来ようかなと思ったのかっていうと、まあなんかその前行った時にね、なんかライトみたいなのがついてるぞと、今ピカピカ光ってるあれがなんだと思って、ちょっといろいろ調べたんですけど、ライトアップしてるぞということで、ちょっと今日行ってみました。すごい綺麗な感じでちょっとびっくりしました。じゃあ早速ねこの鵜飼川行きましょう。このとこではこの鵜飼川って書いてます。鵜飼川、鵜飼川、まあその昔ながらの呼び方とか、まあ、今現代の呼び方とかいろいろあると思うんですけど、まあいろいろ調べた結果というか、そのウィキペディアでも、まあ、鵜飼、鵜飼どっちでもいいっていうことです。ライトが下に照らされております。これ電球が LED じゃない LED じゃないのかな、昔ながらのなんか電球みたいな。ちょっと気になってたんですよね、この線が、夜はどうなんだと、で、まあ、この絵ね、まあ、いろいろまた調べたんですけど、11月の初めから11月の終わり頃までこのライトアップ、イルミネーションが光るらしいです。夕方17時から、夜の9時まで
やってるそうです。ちょっと下側から行きましょうか。下行きましょう。綺麗に映るスポットを。結構足元が悪いので十分気をつけてください。こんな感じですね。多分ここが一番ギリギリやね。これは運動ではお伝えできないんですけど、まあ今さっきね、ちょっと通りすがりの車がなんかね止まったというか、女性の方が一人写真動画を撮って歩いてますけど、本当になんか気づかなかったような、そんな感じとか、たまたま見つけたような感じですね。もう紅葉はね、ちょっともうやっぱり終わりだとは思うんですけど、もうギリギリですよね、完全に。じゃあちょっと橋に戻ります。じゃあちょっともう一回登って今日は終わりにしようかなと思います。小規模なのでね、ちょっと満足度は低いかもしれないですけど、まあちょっとしたねネタ作りにはいいのかなと思います。で、まあその写真撮るねスポットというか、まあ位置が難しいですね。なかなかいいように撮れないので、まあ大体まあこうやって入り込むようなのとかいいのかもしれないですけど、はい、というわけでね、今日はこんな感じでお届けいたしました。毎年ねこういう感じ形で、ライトアップされてると思います。もしかしたらね投稿がこのやってるシーズンに間に合わないかもしれないんですけど、まあちょっと来た雰囲気になっていただけたらなと思うのと、まあ、これに関してちょっとね僕も勉強不足で終わり頃になってこの気づいたということなので、もっと早く行ったら紅葉がもっと綺麗だったかもしれないです。というわけで今日はこんな感じでありがとうございました。なんか全然そんなに人も来てないというかね、もうほんま通ることないので、はい、ありがとうございました。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。
こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。